大島康之です。映画ドラマの考察やレビューをやっております。本日は6月2日映画怪物の公開日でした。初日に早速見てきたのでざっくりした感想を述べたいと思います。細部には言及しないざっくりした感想なんですけれども、2023年、非常に楽しみな映画たくさんありますけれども、この怪物という作品、その中でもダントツと言ってもいいぐらい楽しみだった作品ですが、その期待を裏切らない、非常に見てよかったなと思う作品でございました。今2023年という年に見てよかったなと思いますし、これからですね、僕は年を重ねていくにつれて見方が変化していくだろうから何度も見るだろうなと。そして作品の中に仕掛けられたですね、いろんな細部に関しても映画館でやってるうちに何回も見たいなと思う非常に満足度の高い作品でございました。はい、超面白かったですね。すごいな。でなんでね、僕とか、まあ、僕の周りの人たちがそんなに楽しみだったかというと、監督の是枝裕和さんと脚本の坂元裕二さん、この二人のタッグというのはですね、まあ、日本映画とか日本のドラマを見るものからしたらですね、非常に、楽しみな夢のタッグだったわけですね。でこの二人が向いてる方向、そして作品の、まあ表現の方向というのは、かなり近いだろうな、相性はいいだろうなというのも想像つく反面ですね、双方に全く作品作りに妥協しない人だというイメージもありますので、その個性と個性がぶつかり合った時にですね、うまく、形に結実しないのではないかと、化学反応が失敗するのではないかというような怖さもまあちょっとありましたよね。正直僕を含めいろんな方があったと思いますが、僕としてはですね、その個性がですね、打ち消されたり溶け合うということがなく、溶けてしまうということがなく、それぞれの形のままガチンガチンガチンと残ったままですね、ガチャーンとはまったというような、印象がありました。紛れもなく是枝裕和らしい是枝映画でありまして、坂本裕二さんらしい坂本脚本であったなということがですね、作品だけを見ても非常によくわかります。でこの二人の表現の、ま、特徴というのはですね、ま、是枝さんの、特徴で言うと、ま、たくさんの作品ありますけれども、もともとはドキュメンタリーの、作家だったわけですね。テレビマンユニオンという制作会社に勤めていまして、単発のドキュメンタリーをですねたくさん作っていた、そして誰も知らないという作品で一躍有名になりまして、そして父になるとか海町ダイアリーとか万引き家族でカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したという方ですね。作風としては、社会問題を取り上げるとか、社会に、接着するということを作品のこう前提に置いている、そしてまあ重いなとか、フィクションの題材としてはちょっと手が伸びないなというような作品を、しっかりですね、まあ、綺麗事にせずに、緻密なまま映画という強い映像表現でしかできない形でパッケージして多くの人に届けるということを常に考えている人だなというのがイメージですね。そして坂本裕二さん、この方はもともとトレンディードラマで、一世を風靡しまして、その後にはですね、それでも生きてゆくとか、最高の離婚とか、ウーマンとか、カルテットとか、大豆田とわ子と三人の元夫とか、最近だと去年の初恋の悪魔、そして映画で言うとこのチャンネルでも散々扱わせていただきました須田まさきさん、有村架純さん主演の花束みたいな恋をしたという作品で、大ヒットしまして、映画の人にも、なるんだなという風になってきた方ですが、作風としては非常にこうディテールにこだわるという人ですね。そして会話の自然さにこだわる。しかしただあるよね、ありがちだよね、あるあるだわ、わかるわというものに依存するのではなくて、ドラマの中でピックアップされたことがないようなディテールをピックアップする名人というイメージがありますね。なのでディテールの人と社会派の人というイメージで、坂本さんが最近社会派っぽいものを作っているのはですね、割とご本人の弁からすると、発注されたものがそういうものが増えてきているだけで、自分としてはラブストーリーも社会派もですね、フラットにやっているつもりであるということを発言されていますが、それに対し是枝さんはまあ必ず、社会派って言われるのは多分あまり好きではない方だと思うんですけれども、社会と接続する話、社会と全く独立したユートピアみたいな話は描かないということですね。もともとドキュメンタリー作家としては被差別部落を扱うことをテレビでやったりとかですね、していた方で、具体的な社会問題、現実の、リアルタイムの社会問題を扱うということとは限らないんですけれども、例えば家族制度って何なんだっけみたいな、社会に当たり前にあるけれども今これってどうなんだっけっていうことに、今疑問の光を当てるみたいな、テーマはですね必ずどの作品にも入っているという、方ですね。そんなお二人が、お互いやりたくて
組んだという、第一希望同士で組んだというですね、夢のタッグだったわけです。そして企画、プロット、あらすじ自体は坂本雄二さんが作りまして、それを是枝さんの方に持ち込んだと。で、是枝さんは、まあ普通だったらそれを読んでから、決めるものなんですけれども、読む前から坂本雄二さんとやりたかったので、読む前からどうせ OK するぞという気持ちで読んでみたら本当に良かったので、快諾したという形で始まったプロジェクトということなんですけれども、2018年頃からこのプロットは、あったということで、だいぶ、長く仕込まれた作品だなと思いますね。で、あらすじとしてはですね、主人公、一応大人の主人公となっているのが、安藤サクラさんが演じる沙織というシングルマザーで、この人はですね、一人息子と生活しているんですけれども、その息子が、どうやら学校でいじめられているらしいという片鱗を、彼女は見つけまして、生活の中で、こう蓄積していくんですけれども、積もり積もった、結果ですね、彼が怪我をさせられて帰ってきた、彼が通う小学校の担任の先生に殴られたんじゃないかという疑念を、沙織安藤桜さんが持ちまして、その担任の教師永山瑛太さんが演じるですね堀先生という、人を糾弾しに学校に乗り込んでいくという、ところから始まるお話ですね。このあたりまでは予告編で出てるので、皆さん大丈夫だと思うんですけれども、本当に何の情報も入れたくないという方はここから、気をつけていただきたいんですけれども、3部構成になります。1個、時系列がパーッとですね、安藤桜さん沙織さん目線で流れ終わった後に第2部第3部という形で、別の人物から見た同じ時系列ということが繰り返されていくというですね、いわゆる羅生門スタイルの構成に、なっていますね。で、こういった作品は、まあ、映画の中では全く珍しくない、なんならよくあるタイプの、作品構成ですけれども、一個の事件をですね、繰り返しいろんな人の角度から見るというですね、まあ、タランティーノとかも、まあ、やるようなスタイルですけれども、この作品が新しいのはですね、その繰り返しによって描かれるのがですね、何かこう客観的事実のミステリーというわけではないというところですね。最終的にその、浮き彫りになっていくというものがですね、結局はっきりしないんだけれども、でも新たな情報とか、新たな葛藤っていうものは分かっていく。しかし本当の真相とかをはっきり言葉でバキッと説明できるようなものではないことがだんだん浮かび上がってくるという、ことですね。そういう形式で浮き彫りになっていくのはですね、具体的な客観的な事実だったり、しますよね。そして真相だったりするんですけれども、今回明らかになるのはですね、内心が明らかになっていくというのが、非常に特徴的だし、攻めてるなというふうに思いました。文学だったらこういうことはできると思うんですけれども、映画、映像、割と客観的に何かを見せないと成立しない、ジャンルですよね、表現の中では。その中でやるとしてはですね、かなり攻めているなというふうに思いました。そしてそこが面白いなというふうに思いましたね。ねえ、そしてその構造を支えるキャストが素晴らしくてですね、とある人の目線からすると、こういう風に見えた人が、別の人の目線からすると、こういう風に見えるというですね、一人のキャラクターなんだけれども、二面三面を演じなければいけないという、そもそもお題が難しいところに結集した人たちっていうのが、今までの是枝作品、今までの坂本作品の常連メンバーの合計のオールスターみたいな、ところでね、それも、もう適材適所で惚れ惚れしてしまいますよね。まあ、なんといっても主演の安藤サクラさんはですね、是枝組に万引き家族で初めて参加されたんですけれども、それに続いての参加ということで、すごいですね、この人にしかできない役っていうのが確実にたくさんあるんだなというふうに思ってしまいますね。そして永山瑛太さんは、この人はもう坂本雄二作品には欠かせない人物ですけれども、最高の離婚の浜崎にね、ちょっとと近いかなというようなキャラクターですね。割と不器用なキャラクターで、視聴者、観客からすると憎めないんだけれども、物語の中では全然憎まれてしまうという、キャラクターですね。そして黒川宗谷さんと、ヒイラギひなたさんというですね、二人の子役、まあ、子役っていうのも失礼なぐらいですね、大人のキャストと同じように見えましたけどね。こういった演技の爆裂にうまい子役を発掘するというのもですね、是枝作品の、まあ、あるあるというか、いつものこと定番なんですけれども、今回はちょっと違うのはですね、普段は是枝作品の中で子供にはですね、台本を渡さずに、こういう感じのセリフだよということを是枝監督が、直接口頭で伝えて、そんな感じでやってもらって、自分の言葉で喋ってもらって、それをどんどん撮っていくという形式らしいんですけれども、今回は脚本が坂本雄二さんなので、そのセリフを活かすと、なのでこの黒川さんとヒーラーさんとか、その他の子供たちにもですね、セリフをしっかり覚えてもらって、差し込みというのをほとんどやらなかったというふうに、パンフレットなどで述べていますね。差し込みっていうのは現場で、あ、ここにもうちょっとこういうセリフ足してということで、現場でセリフが増えていったりすることを差し込みというんですけれども、それをほとんどやらなかったと、つまり、坂本雄二さんが、最終稿として出した脚本の、基本的にはイメージ通りに進んでいるというのが、割とですね、今までの是枝作品ときっと違うんだろうなというところですね。そして東京03の角田さんと田中裕子さん、
ん、こちらは割と坂本組というイメージだと思うんですけれども、この二人もね、今までは、割となんていうのかな、割と主人公の味方みたいな役が多かったとは思うんですけれども、今回は全然違いますね。非常に印象が悪くなるような役を珍しく坂本作品の中でやってるなと、しかしこの人たちに印象を悪く持つのも、また間違っているのではないかというように思わせる不思議で複雑な怪物的作品がこの怪物ですね。そしてなんといってもね、中村獅童さんね、この方は、坂本作品のイメージもないし、是枝作品のイメージも全くないですけれども、是枝監督の大ファンで、中村獅童さんが、鎌倉に住んでいた時に是枝作品が近くの映画館で上映されて、そこに是枝監督ご自身がティーチインという形式で、来場されたと、そこに、待ち伏せてですね、ご挨拶したという、なんか寺島進さんみたいな、エピソードをですね、話していましたけれども、そのぐらい是枝作品に出たかったと、でもしかしあんまりこう是枝作品にイメージ合わないんですよね。あんまりこう怖い人とか強い人っていうのが、まあ圧の強い人っていうのが、出てくる世界観の作品、非常に是枝作品の中では少ないですけれども、ああこういう役があったかということで、非常にですね、有害な、不権主義、男性性の押し付けということを体現するような、キャラクターですね。それでいて体がすごく大きいとかですね、顔がすごく濃いとかですね、そういうテンプレ的な、男臭さみたいなものを背負っているキャラクターではなくて、ある程度こうスマートに今の社会に適応してはいるんだろうけれども、心の中では、そういった古い固い思想を持っているんだという、バランス感覚っていうのがですね、中村獅童さんに、非常にね強く嫌に表現されていたなと、思います。キャスト皆さん素晴らしかったと思いますね。でさっき三部構成になっているっていう風に述べたんですけれども、最初の安藤桜さん目線のパートっていうのは割と是枝かける坂本っていうですね、両方の味がするような感覚がありました。そして第2幕目、これがどの人物の目線かっていうことは僕はここであえて言わないんですけれども、ここは割と坂本雄二さんっぽいなというふうに思いました。そして第3幕が子供たち中心のパートになるんですけれども、ここはめちゃくちゃ是枝裕和節だという感じが、しましたね。子供たちの楽しそうな様子っていうのをですね、非常に自然に撮るというのがきっと是枝さんの中でも言語化して、後世というか、後輩スタッフに継承していけるようなものではきっとないんだろうなというぐらいですね、是枝裕和さんの映画の中でしか見ない子供たちの、輝き笑顔っていうものが、第3幕でですね、非常にまあある意味辛いんですけれども、非常にこう美しく楽しそうに撮られていて、素晴らしいなと、やはり坂本作品であり是枝作品を、見に来た、両方好きで見に来たという客の、気持ちをですねがっちり、満たすようなのはそういうところだったんじゃないかなと思いますね。じゃあ何の話かと、いうこともちょっとだけこの動画でも触れたいんですけれども、割とこれはまあ身も蓋もないことというか、ある種社会とか他者への理解みたいなことへの、まあ、絶望みたいなことも含んでいるとは思うんですけれども、人の気持ちっていうのは結局わからないよねとか、人にはそれぞれ事情があるよねとか、そして、自分たちが見て印象みたいな感じで持っている、その根拠となる他人のイメージっていうのは全く当てにならないよねっていうのがまあ一つのテーマかなと思いますね。そしてひいてはですね、ちょっと突き詰めると、加害性、コミュニケーションっていうのは結局加害なんだっていうことですね。これは近年ドラマとか映画とかで非常に、流行のテーマというかですね、盛り上がってきているテーマだなと思うんですけれども、優しさっていうのはそのまま優しさとは限らないよとか、他者に言葉をかける、他者と関わるっていうのは自分も傷つくし相手も傷つくかもしれないことだというようなある種の諦め、そして諦めながらもでも結局人間っていうのはコミュニケーションしていくしかないよねっていうような、お話だなというふうにも思いましたけれども、その中でもこう加害者と被害者っていうことへのですね、まあ、固定しないという、強い気持ちというのをですね、特に坂本さんの、脚本の方から僕は強く感じました。そして記者会見とか、このパンフレットのインタビューとかでも繰り返し坂本さんが述べているエピソードがあるんですけれども、坂本さんが車を運転していたら目の前にトラックが止まったと、で信号が、青になっているにもかかわらずトラックが全然進まないのでクラクションを鳴らしてしまったと、プップーとやってしまったんですけれども、その後に、気づいたらですね、そのトラックの前をですね、車椅子の方が通っていたのをトラックの人は待っていたんだということが、後から分かったと、そしてクラクションを鳴らしてですね、圧をかけてしまった自分の加害みたいなことに関して非常に後悔した、今も後悔しているという、ことを坂本さんがおっしゃってるんですけれども、この怪物という作品はですね、まさに終始そんな感じの、細かいコミュニケーションにおけるちょっとした無意識の加害っていうことの、蓄積でできています。例えばですね、永田さん、永山永田さんが演じている、堀先生という、小学校の担任の先生、一見いい先生なんですけれども、
なんとなくその言葉の端々にちょっとした男性性の押し付けっていうことがやっぱり入っているっていうところとかね、組体操で、崩れてしまった時にその一番下の子に向かってですね、それでも男かよはははって笑うとか、これはもう10年20年前の映像とかだったら全く何も思わない人の方が多かったのかもしれないけれども、今スクリーンで見るとやっぱりそういうことじゃないよね、そういう言葉をかけるべきではないよねとやはり思わされますよね。それからですね、トイレから出てきた男子生徒に向かってですね、お出たかみたいなことをですね、ちょっとしたジャグというか冗談みたいな感じでコミュニケーションするんですけれども、まあうんこ出たかみたいな感じだと思うんですけれども、それも同性同士だからセクハラにならないかっていうと全然そんなことないよね厳密にはっていう風に思ってしまうというようなちょっとした加害みたいなことがいろんなシーン、端々のシーン、あらゆるコミュニケーションのシーンでどちらかが必ずこう優勢に立とうとしているというような、あとはこの堀先生というキャラクターの話ばっかになっちゃうんですけど、この人の趣味っていうのが非常に悪趣味で、いろんなね印刷物、本とか雑誌とかから誤植を見つけて、それを指摘する、まあ、文章みたいなのをねこうクレームとして出版社に送るっていうのが趣味になっている人なんですけれども、まあ当然褒められた趣味ではないけれども、社会的意義はちょっとあるというか、正しさみたいなものがちょっと含んでいるっていう絶妙な設定ですよね。これも非常に坂本さんらしいな、ぽいなというふうに思いましたけれども、そういう、こう、正しさを傘に来た加害みたいな、ことを、この人が日常的に、そして娯楽としてやっているっていうのが、辛いなと思いましたね。でもそんなですね、堀先生も、中村獅童さんが演じるですね、男子生徒のお父さんの、ところにですね、男子生徒が心配で行くわけなんですけれども、そこでかけられる第一声っていうのが、大学どこ?っていう風に中村獅童さんから言われると。できっと、中村獅童さんが言いたいことっていうのは、いい大学出てるか知んないけれども自分の方が稼いでるからなみたいなことを彼は多分言いたいんだと思うんですよっていう、その息子さんについて、小学生の子供について話したいのに、まずマウントを取られるっていうことを、普段ですね、チク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 加害をしてきているっていうことが描写されたキャラクターもまた誰かに加害されているっていう、コミュニケーションしてる以上どっちかがどっちかを攻撃したりとか、何かは誰かのせいなんだと決めつけない限り話が終わんないことみたいな、そういうなんかね勝ち負けがつかないと人間は満足できないみたいなことの、しんどさっていうのがこう全体的なテーマだというふうに思いますね。でまあ細部も非常にこう面白いところがいっぱいありまして、例えばですね、消すという行為一つ取ってみてもですね、一個のこういう行動、動詞のモチーフみたいなのがもう延々と繰り返されていろんなところに、飛び火していって、各シーン各シーンが、パッチワークのように繋がっていると。例えばこの消すという行為だと、主人公の安藤サクラさんの職業っていうのがクリーニング屋さんなんですよね。そして、その男子生徒同士がですね喧嘩をしたっぽいっていうところで、絵の具でですねもう、落としきれないぐらいの、ぐちゃぐちゃの、汚れ方をしてしまうという、ところから、そのトラブルが発覚するんですけれども、それ以外にもねなんとないシーンで、スクリーンの端っこに映っている、生徒の一人がですね、机をゴシ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 ずっと脅迫的な感じで、消しゴムで消してるんですよね。そして、堀先生の代理の別の先生が来た時、これも黒田大輔さんね、黒田大輔さんもちょっとさその堀先生を追い詰めるっていうことをちょっと楽しんでんじゃないのこの人っていうような、加害性が滲んでくるっていうところ非常に上手なんですけれども、代理の先生に、消しゴムを没収されると。でもまたその先生がこう後ろに行ったところで、目を盗んで消しゴムで引き続き、机をゴシゴシ消し始めるというなんかこう一度世に出してしまった言葉っていうのは二度と消すことはできないんだみたいな、なんかそういうこうサブリミナルな、怖さみたいなのがね、その消すという行為の反復で、感じられるなとか、そういうところをですね上げていくと多分キリがない、何本でもこの動画出せるなっていう、ぐらいの非常にこう、細部まで行き届いた作品だなというふうに思いました。はい。でね、まあ、この作品が、公開前からですね、ちょっと話題になっているんですが、これが良くない形での話題になり方が一部ありまして、それについて全く触れないっていうのもちょっと気持ち悪いので一応ちょっと述べておきますけれども、カンヌ映画祭でですね、クィア・パルム賞というですね、クィア、つまり、性的少数者の方々を描いた作品に贈られる賞、を受賞したことによって、この作品が、そういった性的マイノリティの方の、心情を描いている作品でもあるということが結果的にネタバレされたという、広くネタバレされたという、形なんですけれども、これは僕は結果的に良かったなというふうに思っているんですけれども、別の記者会見の時にですね、是枝裕和監督が
記者とのやり取りの中でですね、これは LGBTQ に特化した作品ではなくっていうふうに述べた、部分っていうのが非常にこう、広まりまして、性的にはセクシャルにはマジョリティではない、心を、描かれるということに関しての、それをネタバレとして、機能させている、物語の中でネタとして使っているという、まあある種僕はこれ映画見た結果誤解だなというふうに思ったんですけれども、そういう考え、意見がですね、この映画が公開される前にこの映画をほとんどの人が見ていない段階でブワッと SNS 上で、広がりました、そしてその是枝裕和監督の発言っていうのも、LGBTQ、映画であることを恥じているかのように、ちょっとですね、まあ拡散されてしまったわけなんですけれども、僕はそういうふうには今回の映画を見て思わなかったですね。というのは、一つですね、このネタバレっていう問題に関して言うと、例えば、ミステリーのトリックとしてですね、中国人を犯人にしてはいけないというのが、ノックスの実戒というですね、ミステリーのルールの中であるんですけれども、それはですね、非常にこう、推理小説が出たばっかりの昔に、作られたルールで、外国人だったら何でもありじゃないかというですね、外国人をちょっと差別的に見るような、そして特に東洋の人をですね、差別的に見るような前提があったから、ダメなわけですね、そして例えば今の時代でも、ここの謎っていうのは、主人公がもしくは登場人物の誰かが、性的にマジョリティではないからこそこういうことだったんだっていうことが、引っ張られた結果のネタバラシ、トリックとして使われる、ものっていうのは、非常に有害だよね、そういうのはあってはならないよねっていう考え方は、主に創作者の中でも、そして世の中の常識としても広まってきているというふうに思います、そしてこの怪物という作品がじゃあ果たしてそれに当てはまるのかというとですね、まあ、まずそのクイアパルム賞を受賞してしまったというか、したことによって、それが世の中に広く前提として伝わっているのでネタバレではないという部分が、まあ、まず前提としてはちょっとですね変わったというのがあるんですけれども、まずねそのネタバレっていう言葉自体何なんだっけっていうことを僕は強く思いました。この作品の中では少年の主人公2人がですね、心の中で性的な、マイノリティらしいなという、風に描写がですね後半されるんですけれども、でそれはね僕はこの動画で別にネタバレなしっていう動画のタイトルだったとしても別に言っていいなという風に思うんですよね、っていうのはそれは、あくまでその母親の安藤サクラさんが演じている沙織というキャラクターからすると、それは想像できなかったことだったわけで、ではなぜ彼女が、それを想像できないでこういじめだという風に、断定してしまったのか、ということのプロセスですね、そして彼らが、周りからですね異性愛が前提だっていう目線とか対応を受けることによって内心がどのように変化していくのかというですね、彼らの葛藤そのものが作品のメインになってるんですよ。で僕はどう見てもそうだなというふうに思ったので、うん、それはまずネタバレっていう問題にはならない、そういう、扱い方をしている作品では全くないというふうに僕はまず思ったというのが一つね、そして、是枝裕和監督っていうのは、どんな作品のインタビューでもね基本的にそのような受け答えをする方なんですよ、例えば、これは貧困を扱った作品ですかというふうに聞かれると、これは貧困問題ということだけではなくとか、これは格差問題ということだけではなくとか、これは家族についての話というだけではなくとかですね、これはいろんなテーマにつながっている総合的な作品なんですよという受け答えをいろんなところでしています。そしてその記者会見の発言をですねしっかり聞いてみてもですね、こう LGBTQ 映画だというふうに誤解されたくないとか、そういうニュアンスで発言していないことはですね、まあちょっと言葉足らずな部分もあったと思いますし、その後にね子役のこの発言がちょっとね、今の世の中的にはアウトな感じで続いてしまいまして、それをですね周りの大人がでも制するのもどうなのかなという空気のまま進行してしまって、それは結論になってしまったというような感じもするんですよね、っていうで僕はその作品を届けるときに作り手がまあ受け答えをするときにですね、アドリブの受け答えをするときにですね、その答えが完璧である必要っていうのを、そこまで求める社会っていう、必要があるのかなというのは僕は非常に疑問に思いまして、でそこにこうネタバレって何なんだっけっていう、ネタバレってそんなに注意しなきゃいけないものなんだっけそもそもとかね、いわゆるネタバレみたいな部分に性的少数者の、方々の気持ちっていうのを使ってはいけないということの前に、そもそもネタバレってそんなに隠すようなものなんだっけっていう、だからミステリーのトリックっていうような言い方をした方がいいかなというふうに僕は思いました。ネタバレってそんなにそもそも大層なものではないからさっていう、そしてこの怪物という作品は、じゃあ仮にそれがじゃあネタバレというものなんだとするんだとしても、ネタバラシをしてからの、主人公二人、少年たちの心の動き、葛藤、行動の変化、そして彼らが、どのようにコミュニケーションを取っていくのかということ自体が本編だというぐらいに僕は思ったので、その大人たちの目っていうのは前座で、その子供たちの話っていうのが本編ですよというぐらいの構成になってると言っても過言ではないなというふうに思いましたので、じゃあだとするならば、それってさ、
例えばコナンとかが事件解決してから、犯人とですね喋るシーンっていうのが、まあ何分かとか何ページかとかあるじゃないですか。それを、結構ずっとやってるっていうことですかっていう風に思ってしまう。そうじゃないじゃんっていう風に、僕はこの映画を見て少なくとも思いましたので、それは一言付け加えておきたいなと思います。すいません、一言じゃ説明できなかったですけれども、はい。まあいずれにしろこの作品が今までこう作品とか映画とかをジャッジしてきた基準の中には収まりきらないような、攻め方、そしてそれは卑怯な攻め方とかではなく、必要に迫られてやっている表現としての、攻め方、チャレンジということをやっているなというふうに、僕は思いました。それは複雑なことを複雑なまま表現するっていうことができるのが映画だっていうことですよね。それは映画というメディアの僕はやるべきことだなというふうにも思いますし、坂本さんと是枝さん、そしてキャストの人たちの、すごい繊細な、ことをですねみんなで共有して作っていくということの賜物だなというふうにも思います。そして1回の鑑賞で僕はそれを全部受け止めきれたとは到底思えないので、きっと映画館で何回も見るだろうなと思いますので、その度にこの動画を撮っていくと思います。ここ気になりましたとか、ここについて考察してみるとどうですかみたいなことがありましたらコメント欄で書いていただけると嬉しいし、あと別にネタバレとかっていうのは僕はない派なので、コメントガンガンですね感想ぜひ書いていただければと思います。以上、大島康之でした。チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。